輝く摩天楼にひっそりと佇むシェアハウスノクターンブル。入居者は普通の人間ではなく人外のものばかりという噂だが、果たして。井戸柳珠子、22歳です。ウェブサイトの制作とか、あとは趣味でブログを少々。そんな大したブログじゃありませんけど、呪いのあるある大浴場っていうタイトルです。恨めしや、おしゃれなカフェに行って読書をしたり、かわいい雑貨屋さんで写真を撮らせてもらって SNS にアップしたりですかね。でもなぜか私の写真、うっすらと人影が映り込んでしまうんです。うっすらと。こちらに私が来た理由ですか。それは、まがいわの玉金と申します。自分で言うのもおこがましいですが、幽霊です。いえ、私は下二寮にある小さな村の出身なんですが、家族も恋人もあの日を境に消えてしまって。はい、ちょうど恋人の裏切りがあった日に不幸が重なってしまって、どうして私だけが残されたのかわからなくて。ええ、どうせならあの人の記憶も奪ってくれればよかったのに。はい、辛い思いはもう十分です。表世界の男性はあんなひどいことはしないと思いますから。